今回は FT ライフのクレジットカード変更について紹介していきます。FT ライフの商品で積み立てを行う場合、基本的にはクレジットカードで支払いを行います。もしクレジットカードの期限が切れたまま放置してしまうと、積み立てが停止してしまい、最悪の場合は強制解約になってしまうこともあります。このような事態を避けるため、クレジットカードの期限が切れるタイミングで更新の手続きを行わなければなりません。この手続きはクレジットカードの画像データ及び書類を提出するだけなので簡単に行うことができます。クレジットカードの期限が切れてお困りの方は関連動画及びウェブサイトからお気軽にお問い合わせください。